成田栄新成田栄新1946年1月1日は、日本の言論人、実業家、政治家、衆議院議員、伊予国和郡下灘村で、成田亀太郎の次男として生まれた、1897年に分家した。苦学して、関西法律学校、イギリス法律学校で学び水産講習所を卒業した。生命保険事業に従事し、 安田共済支店長を経て、東京社を創立して、雑誌、東京を発行し、1907年に、東洋通信社を創立して社長に就任。その他、日本、折物取締役を務めた。1912年5月の、第11回衆議院議員総選挙、愛媛県軍部選挙区に、立憲声優会から出馬して当選したが、同年12月10日に、 衆議院議員選挙法違反事件の構想を取り下げて、金庫刑が確定したため議員を退職した。1915年3月の第12回総選挙選挙では、時点で落選したが、同年7月に、最下東吉が死去したため繰り上げ当選した。その後、第15回総選挙まで連続当選し、衆議院議員を連続5期務めた。 1923年海南新聞社の社長となるが、岩崎はじめだから声優会見支部幹部と対立が強まって、声優会が資金援助を止めたため経営危機に陥り、また成田が1924年の声優会分裂の際に、声優本島に加わったため、声優会見支部が対抗して、海南新聞とは別の機関紙《伊予新報を発行したので、海南新聞の経営を 神戸新聞に委ねた。その後、成田は、声優本島からも除名されて、無所属となり、1928年2月の第16回総選挙に立候補したが落選した。同年、満州に渡り、日満振興講師を設立し、代表社員に就任した。1894年3月の、 第3回衆議院議員総選挙で愛媛県大5から出馬した清水隆則の運動員となり対抗馬の古谷天音堂が高知県の自由闘争士を雇って東岩郡井上さんを根拠地として小銃を放って運動妨害を図ったため成田は多数の総士を率いて井上山に向かい小銃と大砲の実弾射撃を行って古谷派を威嚇したその結果 古谷派は退去を余儀なくされた。ありがとうございます。